はい、皆さんこんにちは。今回は、はい、ジャシックワールドザゲームですね。やっていきます。はい、今回ですね、こちら、VIP 限定イベントはあるんですが、前回予告していた通りですね、ちなみにですね、ここにボス警告っていうか、警告ではないけど、ボス出現まであと6日と出てますね。はい。これこう、ズームアップしてもこう、この絵自体が、サイズが変わらないっていうのが違和感があるね。なんかね、はい。前回ね、予告していた通りですね、こちらの、VIP の、三大恐竜ですね。はい。ヘノドゥス。サンゴ類ではヘノドゥスで、洞窟類ではオルサカンサスですね。はい。で、表面属では、ティロサウルスですね。この三大 VIP 恐竜ですね。恐竜というかね、結構コメント欄でも指摘を受けたんですが、恐竜ではなくて、魚竜とかね、なんかそういう風に言うらしいんですが、恐竜でいいっすよ。恐竜で、恐竜でよかろうなのだっていう感じですね。はい。というわけで、このね、3体を使って、今回はね、オンラインバトル、やってみようと思います。はい。実際ね、どれぐらい強いのかっていうのが、まだ分かりきってないんでね。はい。じゃあ、ちょっとね、映像がちょっと乱れたんで、一旦切りますね。はい、さっきね、ちょっと映像切れたんで、撮り直してます。はい、とりあえずね、水中のライブアリーナですね。はい。こちらをやっていこうと思います。はい。一番先頭にいるのが、オルサカンサスですね。まあ、こいつが一番強いっていうことなのかな。一応、このゲームは、強い恐竜ほど左側に並ぶようになってるんで、はい。じゃあ、早速ね、先日作ったオルサカンサスを1番手。で、2番手に、ヘノドゥス入れて、3番手ティロサウルス。こんな感じで、行きましょう。はい。さて、この三大 VIP 恐竜を倒せる猛者はいるのかという感じでございますね。はい。おっと、向こうも結構な、構成ですね。お、なかなか最初から結構、あ、でもレベルがちょっとあれかな。うん。とりあえず、攻撃してみましょうか。はい。洞窟類で、ダンク、あいつが入ってますね。ダンクロステウスが。はい。さて、ワンアタック。ちょっとポイントをね、貯めておいてですね。はい。これでちょっと揺さぶると。はい。2ガードなんで、ガードしてても2なんでね。はい。こんな感じで。はい、どうだ？はい、行きましたね。そして、はい。ヘノドゥスが出てきました。が、フリー属性ですね、向こうはね。はい。はい。4からの2と、ですよね。ワンパンはできないから、はい、こんな感じで。はい。ほら、いったねー。オールサカンサス強いっすねー。サンゴ類にも全然いけますね、ほんとにねー。はい。結構手の内をね、結構明かしちゃうと、すぐにね、こうやって、ガード数とかね、すぐに予測されちゃうんでね。はい。そういうところが、そういうところをちょっと気をつけて、心理戦をやっていくというのが、このゲームの対戦においては結構重要なところですね。はい。さて、ホイールは適当に回してですね。はい。餌ですね。はい。とりあえずね、3試合やろうかと思います。はい。2試合目。VIP 恐竜。この強さにしては、再起のキャッシュがまあまあ安い方かなという感じですね。はい。
もう一度、こんな感じでいきたいと思います。はい、いやー、金ピカですね、本当に背景とかね。はい、さて対戦相手は、はい、クチとかいう名前の、はい、これまた結構なパーティーですが、全部3ゴルですね。で、これ勝ちゲーじゃないですかねこれは勝ちゲーでしょ、確実に。はい、オルサ観察1匹でもう終わっちゃいますよね、絶対に。はい、これ3アタックで、はい、これヘノドゥスが入っているけど、ヘノドゥスでもやっぱり、うん、フリー属性になっちゃうとアタックが線を切っちゃうというわけですよね。はい、これはちょっと微妙かな。はい、さあ読んでくるのか、2アタック、なるほどね。はいはい、貯めてますね。さあポイントを貯めて一気に畳みかける、1匹ぐらいは倒したいというところなのでしょうか。でもこれは微妙だな、これいけるのかな。さてマックス5アタック。おっと、オルサカンサスが沈んでしまった。さすがに1匹はやられちゃいますね。はい、というわけで、はい、ヘノドゥスでとどめを刺しました。やったね。いやー、ブサイクだなこいつは、本当にね。カバーみたいな、見た目がね、ちょっと。はい、なかなかね、これコツがね、ちょっとね、まああれなんですけど。はい、3戦目いきましょう。3戦目ね。はいはい、こんな感じで、本当に眩しいな。一番かっこいい感じだな、大阪観察ね、この見た目。おっと、エデスタス来ましたね、エデスタス。はい、こっちはフリー属性になってますね。フリー属性ではありますが、一応これで、あえてね、あえてフリー属性でやってみようと思います。はい、さて、さて、この辺から読み合いが結構激しくなる。まあ2ガードの、さて何で来る。さあ4、はい、4ということは2ガード、これいけるのかな、微妙だな。一応行ってみよう。はいはい、行きましたね。はいはい、そしてオルサ観察、同じくオルサ観察ですね。はい、3アタック、はい、やられちゃいましたけど、フリー属性で勝てたという時点でね、はい、いいかなと。これもまたフリー属性ですが、あえて行ってみようかと。ほら、どうだ。いや、強いっすね、本当にね、ビップ恐竜は。はい、一応コメントでね、動画のコメントでちょっとね、VIP 入った方がいいですかっていう質問があったんですが、VIP 恐竜がね、やっぱ気になってると思うんですけどね。はい、VIP 恐竜は本当にね、反則っていうぐらい強いです、正直ね。コメントでも返したんですが、反則、本当にね、何回も言うんですけど、こんな感じで、もう反則レベルに強いでね、ビップ恐竜はね。はい、特に水星恐竜は、今のところ、どの恐竜をも抜いて最強の地位に君臨しておりますね。はい、というわけで、3試合やってきました。はい、ですね、はい、ヘノドゥス、サンゴ類ですね。
そして、洞窟類のオルサカンサス。はい。で、表面族のティロサウルスですね。今のところ、その水生類では、この三大ビップ恐竜が、最強の地位を誇っております。はい。非常に強いです。まあ、今のね、対戦模様とか見てもらえれば、十分分かったと思うんですが、反則級に強いです。はい。なんで、VIP 入った方がいいですかとか、VIP 恐竜とかね、目当ての方はね、どうしても気になるという方は、ぜひ、まあ、入っても全然損はないと思いますよ。はい。レジェンドパック、一つ買うよりも安いんでね、VIP に入るっていうのは、3ヶ月で5000円ぐらいなんで、はい。その3ヶ月間はずっとね、VIP の恩恵をね、得られるんで、はい。まあ、迷ってる人は、まあ、入ってもいいんじゃないかなとは、個人的には思います。はい。というわけでやってきましたが、本当に強いですね。はい。一応ね、こちらの、ボス出現までですよね。バルキリー77だったかな？はい。こいつは一応、まあ、シルエットを見る限り、プテロサウルスっていうね、翼竜ですよね、要は。っていうのはもう判明しているんですが、まあ、どんな感じの見た目だとか、ね。どんな感じの攻撃をしてくるのかとかっていうのは、まあ、出現してからの、まあ、お楽しみかなというところでございますね。はい。というわけで、オンラインバトルね。はい。この三大ビープ恐竜でやってきました。はい。結構ね、今、まあ、ご覧になった通りですね、結構ビープ恐竜とかね、持ってる人も結構いますね。はい。なんで、多分、結構 VIP 入ってる人多いんじゃないかな、やっぱり。うん。レジェンドパックを一つ買うよりも安いんでね。VIP に入ること自体は。はい。なんで、まあ、本当に迷ってる人は、入ってもいいんじゃないかな、とは思いますね。はい。ただ、この地上の恐竜ですね。地上の恐竜に関しては、やっぱりハイブリッドのこの、オスタコサウルスとか、インドメスレックスとか、プリオトロドンとかね。このあたりにかなう、VIP 恐竜はまだいませんね。はい。地上では、あまり、まあ、こういう最強のハイブリッドを超えるとかっていうのはまだないところですね。はい。水中、水生類では、この3匹が、現状で最強と。いうわけですよね。まあ、この3匹で無双状態というわけですよね。はい。まあ、これで勝って、まあ、ホイールでレジェンドパックとか狙うとかっていうのも全然ありですしね。はい。というわけで、今回はね、はい。前回の予告通り、オンラインバトルですね。水中のオンラインバトルをやってきました。はい。まあね、まあ、意外にもね、VIP 恐竜を持ってる人いるなっていう感想と、あとはやっぱり、フリー属性になっても、やっぱり強いですね。VIP 恐竜はね、はい。反則級に強いと思います。はい。というわけで、まあ、こんな感じで分かったんでね、はい。やっぱり無双状態ですね。今のところね。はい。まあ、今後のアップデートに期待かなというところでございます。はい。じゃあ、今回はこの辺で、終了にしますね。はい。では、お疲れ様です。またね。